どうも、皆さん、こんにちは。企画でーす。はい、ですね。こちら、まあね、タウンホール9は21番なので、結構その防衛施設というか壁レベル的には低いんですけれども、今回、ゴレさんのホグをですね、見ていきたいと思います。あのですね、まあ、ゴレ、通常ですと、やっぱりゴレ2体っていうのが主流で、で、ヒーローで進んでいくっていう感じなんですけれども、ゴレも3体する利点としましてはですね、やっぱり巨大爆弾の解除、っていうのもありますし、ヒーローやゴーレムによるその中心部への切り込み、やはり中心部はですね、このように巨大クロスボウであったりとか、あとは何でしょう、なんですか、あのアーチャークイーン、そしてファブリアンキング、そしてまあ強いね、まあ防衛説のその HP 的にも高いユニットっていうのが、ユニットじゃないわ、防衛説っていうのが非常に多いんですよ。なのでゴーレムを、たくさん多くすることによってですね、やっぱ中心部への切り込みっていうのがぐいぐいいけると。そう、まあやっぱり中心部隠してすらとかも多いので、やはり火力に耐えてアーチャークイーンのその遠距離攻撃を生かすと。でですね、ゴレホグ、俺ヒーローできヒーロー低いヒーローのレベル低いからできねえよとかね、思わないでください。ゴレホグはヒーローレベルが低くても全開狙えます。それなんでかっていうと、まあまあ皆さん、じゃあ某ゴレホグ系イベント主催者、はい、某ですよ、某。もうすごいね、本当に今すごい上手い方なんですけれども、その上手い方もゴレホグが15、17とかね、ヒーローのレベルが15、17ぐらいで、そのゴレホグの達人なんですよ。もうヒーローカンスト、壁カンスト、防衛説カンストしてる村からも、ヒーロー15、17とかで星3取っちゃうんですよ。そういう方もいらっしゃいます。ということで、これ、ゴレさんにするのはですね、やはりそのバーバリアンキングとか、アーチャークイーンのレベルが低いと、やはり火力不足になるので、そのヒーロー段階での、ヒーロー段階でどれだけ最初に切り込めるか、っていうのが重要となってくるので、ヒーローレベルが低い方、テアンホール級でぜひともやってみてください。あのですね、アクリーヌさんもレベル15、22と、そして防衛説は結構カンストに近いかったような気がしますね。カンスト、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 壁とヒーロー以外カンストということなので、まあ、流れを最後に見ながらちょっとまとめたいと思いますけれども、テアンホール級の方ぜひともですね、ゴレさんの、ゴレホグやってみてください。もううちのクランでも結構流行っていて、ゴエモンジャパン VS クラクラチャンネルさんの戦いにおいてもですね、ゴレさん編成っていうのが非常に強くて、ゴエモンジャパンも全員で、ゴレさん、もうホグで行こうってことで決めて、ゴレさんで行きました。なので、ぜひとも皆さん、本当に強い編成ですので、ヒーローレベルが低い方、そしてちょっとね、まあ、ゴレホグ始めてみようかなみたいな方、ぜひともこの編成、真似してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。と言いつ言いたいんですけど、ちょっと雑談していく、雑談。ね、やっぱね、火、木、土、日しか上げられないので、やっぱ雑談したいんですよ、雑談ね。雑談で申し訳ないんですけど、はい、はい、こっからもう、キヨキヨに興味ない人、×ボタン。はい、×ボタン。あれなんですよ。僕もですね、ツイッター見てる方はわかると思うんですけど、やっとヒーリングの呪文が、やっとレベル6になったんですよ。遅すぎだよねって話ですよね。タウンホール9で上げますからね。タウンホール10の防衛施設がこうカンストして、ヒーローも35、33なのにやっとヒーリングが上がるっていう。なので、私もね、ゴレホグ、はい、自慢。はい、自慢。まあ、ゴレホグということでね、まあ、ちょっとゴレホグ全開プレイヤー、ちょっと目指してみましょうかね。みたいな感じで。ということで、雑談も交えつつの、実況動画でした。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。